あの脳にはね代償機能っていうのがあって、まあ本当に全部つながってわがるわけそのがってるるからある回路の期待されいる機能が果たせないとなると周りの回路が全部それを補うわけですよ。ここにその人間の脳の大変面白いところがあって欠点がが長所にななるる秘密があるわけなんですね例えばアインシュタインの脳はあの死後調べられたんですけども <laughs> 実は言語や言語を司る回路がちょっと非典型的だったと。 普通<で> <laughs> の人とと違ってたとでアインシュタインはその、えー、記録によりますと5歳ぐらいまであんまりものを喋んらなかったしかも喋るとる時にまず自分でリハーサルして喋、えー、る正解した人に喋るっていうそういう行動をしてたってことが知られてるんですね。でアインシュタインの言語やというのはあの非典型的だったんですけどもそれ分それを補うかのように、えー、空間処理をする脳の回路が、えー、よりよく発達していたと。 いうふうふに言わ,れて言われてるというかそういうデータがあるんですということはアインシュタインの場合は言語能力においてちょっとハンディキャップを持ってたと。なんだけどその分言語や以外の,その空間的な処理をする能力あの回路とかが発達して結局アインシュン一般相対性理論などで時空の構造を記述する、えー、まあ理論を作ったわけなんですけどそれのようなアインシュタインの天才性というのはその5歳まで言葉を話さなかったというそういうまあ ハンシュタイの言語的な能力の非典型性、それによって、えー、促されていた可能性が高いんですねつまりだからある能力が欠けているということは別の能力の発達を促すことがあるわけなんで例えばだから僕はよく思うんですけど分数2分の1とつ3分の1の計算ができない大いに結構なことだと思うんですよ。別に今のの時代、ね、分数の計算なななんかしいいじゃないですかで。もちろん物理をやるんだったらその、えー、と2分の1とつ3分の1の計算はできなくちゃいけませんけども。 えー、そうじゃなくてその脳の回路が、えー、ある回路がちょっと弱くてもそれを他の回路が補うことによって、えー、素晴らしい能力を発揮するってことあると思うんでそういう形で脳は、えー、欠点を長所に、えー、変換することができるわけです。